花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾城でございます。一週間ご無沙汰いたしました、金尾城の音楽魂。今日はゲストなしでですね、金玉ということで、はい、おなじみ、松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。桜田武さん、こんにちは、よろしくお願いします。たった今ね、なんかね、あの女性が、あのね、お二方いらっしゃいましたけどもね、これ本番前、もういきなり今だからね。いらっしゃい。もういいね、たった今もううちに遊びに来たようなね。あ、どうもどうも、ご無沙汰しております。大阪からなんか今日見えなって。大阪ですね。聖子ちゃんです。ね、声ちっちゃいじゃないですか。大阪から聖子です。大阪からわざわざ ね来ていただきました。あとはあのおなじみですね、あの松戸のまっちゃん、準レギュラー。いらっしゃいませ。今日はね、金玉ということでね、あのちょっとのんびりやりたいと思いますけどもですね、はい、何やりますか。お便り、あのご紹介しますか。まずお便り、じゃあ、私これいいですか。はい、これはチャーリーさん、はい、全国の皆様、チャーリー佐藤さんですね、はい、山田さん、キキさん、はい、地蔵坂63のお二方、桜田さん、こんにちは。こんにちは。A 型インフルエンザ大流行りの影響で仕事が大忙しとなっております。ほうほう、皆様お気をつけください。あ、佐藤さんっていうのは薬局なんですね。そう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 、あの忙しいですね。そうそう、薬屋さんっていうかね、はい、あのちょっと見かけはそういう感じは絶対見えませんけど、ね、見えないですね。あの結構硬い硬いお仕事。春を待つ気持ちで日の当たる坂道をリクエストいたします。日の当たる坂道、よろしくお願いいたします。じゃあ、佐藤さん、日の当たる今日はね、うん、投げ銭が3万円来てます。おお、素晴らしい。3万円、すごくない？使えない投げ銭が、ね、これ使えたらもうね、これいつ引き換えてくれるのかなと思うんだけど、それはチャーリーさんが現金化してくれるんですかね。窓口か、銀行窓口、ね、チャーリーさんお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。チャーリー佐藤さんですけどもですね、はい、いつも応援ありがとうございます。ということでね、じゃあそのリクエストいきますか。日の当たる坂道、はい、天気もいいし、はい、なんか暗いと思ったらサングラスして。
はい、ということでチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道。これは横浜で暮らしてた頃にね、坂道をが結構横浜ってたくさんあるじゃないですか。ありますね。で、その坂、山二つぐらい越していかないと家にたどり着かなかったんです。山？そう、山っていうか丘ね。うん、ちょっとね坂多いとこありますよね。そう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 、うん、坂をだからねいつも思い出しますよね、懐かしい横浜のね、山の手ってこと、山の手、ね、山の手、うん、山の手、山の手とも言いますけど、ね、坂の上はまあでも野毛とかも山だからね、野毛山だもんね、野毛山動物園、野毛は懐かしいね、なんかね、もう随分変わっ、今ちょっと栄えてきたみたいじゃないですか。なんかね今お店がだんだん若返りしてる感じですよね。あ、野毛のね、よく飲んでましたよ、エディバーさんとかでよく会ってたりね。そう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 、楽しい思い出たくさんありますけどもですね、若者の、お店がなんか増えてきたね、野毛も。そうですね、結構渋めのおしゃれです、ね、うん、おしゃれになってきてますよね、うん、ちょっとね、イタリア系のイタリア系の店舗結構ありますね、ね、うん、ワインだとかね、うん、昔はあんまりそういうのなかったよね。そうですね、どちらかというと、どちらかというと大衆酒場、うん、僕昔から行ってフライ屋さんがあって、あ、立って飲むんですけど、ね、もう戦後だから45年ぐらい経つのかな、うん、そういう長い歴史のあるお店とかもいろいろありましたよね、焼き鳥屋さんとかもね。そうそうそう、ああいう割と労働者の方たちが仕事終わってなんか飲むっていうね、もともと桜木町の駅が横浜だったのね。あ、そうなんですか。昔そうだよ。え、横浜の人知らないの？え、いやだって桜木町駅が横浜だったんだから昔は。あ、そうだったんですか。そう、うん、でそれがもうちょっとなくなってしまってね、野毛もちょっと、はいはいはい、下火になってたんですけども、やっぱり今またね栄えてきてよかったですよね。よかったですね、うん、ということでですね、お便り来ました、今。今来ましたね。ほうほう、どちらの。行きましょうか。はい。ミキさんからいただきました。お、博多のミキさん。はい。え、こんな、なんか、今日はちょっとなんか、急いでる感じ。お忙しいでしょ、きっと。皆さん、こんにちは。老眼。はい。もう、いいですか？はい。皆さん、こんにちは。うん、こんにちは。母親の運転手で、朝から出ずっぱりのオイラです、うん、わあ、そこそこお母さんのね。そうですね、先週の西浜さん、うん、相変わらずお元気で、うん、最高な歌声でしたね、うん、本当に心が動く歌声、うん、歌声っちゃこれ倍って何これ、歌声っちゃこれ倍そうそうそうってな感じで楽しめました、うん、博多弁ね、はい、ちょっとおかしかったかな、うん、今日は金玉、はい、心も体もゆたっとできそうで、とても楽しみです、うん、個人的な話ですが、最近無理しないことの大切さに気づきつつあります。頑張ることはもちろん大切だけど、うん、心に嘘をついてまで嫌な人と付き合うことは、しなくていこうかなって。だからその分好きな人たちとの時間を大切にしたい。ああ、だから今日の放送も目いっぱい楽しみますね。リクエスト、カノンさん、あなたからの贈り物。おうおう、ウォーキングオンダストリートだけど何でも OK。 ようやくプロレスラーの友達に頼んで始めた筋トレも一月が過ぎ、うん、いかに自分の体がなまっていたか、とても愕然となりましたが、どんどん動けるようになってきているのが、うん、楽しくもあります、うん、iPhone から送信だから忙しいさなかに、ね、iPhone からできるんだ ね。ありがとうございます。そう、運転手でね、ずっとどこか行ってるんでしょうね。 あ、それすぐ来るね、うん、来ますね。そうなんだ。それでプリントアウトできるの。そうだから字がちっちゃかったのけよ。あ、本当だ。いつも大きくしてくれて ね。ありがとうございます。そうそうそう、見えないあのね、こ小さい字が見えないんで、うん、みんな大きく書いてきてくれるんですよ、ほら。これだったらね、本当にね、もうバッチリ見えます。これ動画撮ってますけどもですね。ね、これ投げ銭も入ってるじゃん。忙しいところね。使えない投げ銭。そうね。さっき山田さんから言われたもん、これ。まず最初にこれ持ってきてくれて。で、いや、これが使えたらいいですよね。これでもあんま見せちゃいけないね。あ、それ、そう、そう、しちゃダメなんだよね。そうだよ。ちょっと、ゆたっと今日、やりましょうか。はい、ちょっと昔歌ってたラグタイムでもやりますかね。はい。ミッドナイトブルース。
り早く帰って、私寂しいわ。時計は12時、ブルーな気分、残酷ね、あなたって一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから、夜中に目を覚ますと「そばに彼がいない、昔は良かったわ」「今さら一人一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから」ということでね、のんびりやりましたけどもですね、声出してもいいですか？声を出してくださいよ、ラジオですからね。全然 OK ですよ。今日はあれ何時頃来られたんですか、大阪から？もう夜中ずっと起きてるんですか？あ、マジですか？寝てない。あ、本当に、いや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 、ね、あの、いつもね、メールをいただく大阪の聖子ちゃんです。そうそうそう、大阪の聖子さんですね。ありがとうございます。あの、やっぱこうやってね、あの、メールでこう、お話しするのと、実際ね、いらっしゃるとね、全然違いますか、やっぱり。ね。オーラが。オーラが。オーラがありますか、まだ。いやいやいや、あの、嬉しいですよね、訪ねて。あのね、結構、あの、いろんな方がやっぱ訪ねてきていただきましてですね、やっぱ福島からもね、だから突然来てね、トイレに行く前に、あった、出番前に初めて福島のね、知り合いが立ってるのよ、ボーっと、みたいな、なんでいるのみたいな感じで、そうそう、でもね、あの、嬉しいですね、うん、こうやって、あの、まあ、ラジオですから、声と歌とみたいな感じで、あの、ラジオを通してっていうね、ことをやっていますけどもですね、やっぱ実際ね、お会いするとまたこう親近感が湧くというかね、ね、顔が見えるからね。そう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 。フェイスブックだけだとなかなかね。そうなんですよね。文字だけだとね。そうなんだよね。ね、実際に顔見ると。うん、そうそう。だから、あの、お客様がいらっしゃるっていうことはね、やっぱこうライブ感覚でこうね。そうですね。だから誰もいらっしゃらない時、僕最初一人でやってたんですけど、おしそね。どこ向いて歌ってるのか分かんなくて気持ちになる時があったのね。壁に向いて。だから、いや、たった一人のために歌うっていうのはやっぱ基本かもしれないですね。きっと。それがこう多くの人がね、聴いていただけるっていうことになるかもしれませんけどもですね。まあそんな感じで、なんかありましょうか。どう、金玉っていう、こう、松下さん、じゃあなんか歌ってみますか、今日は。いや。いやじゃない。チャルメラ行こう、チャルメラ、楽しく今日は。これしかないですね。僕チャルメラって言わないでください。喉の調子が悪いけど、まあ普通にね。これはね、調子悪かったからね、ちょっとキー上げました。ザ・ソバソングっていうの、カナオさん、はい、ザ・ソバソングっていうの。あ、そういうこと。本当は
ザ・ソバソング。放題がチャルメナソバや。ああそういうことなんですか。これ美空ひばりさんがね、若い頃歌ってらした、もう10代の頃ですね。若いも若い、13、4、5ぐらいです、ね、うん、もう何度もね、このコーナーでも松下さん歌ってくれてますけど、うん、そうなんですよね、これやっとそれ楽しいからやりましょうよ ね、 ね、うん、チャルメラそば、美空ひばりさんの歌なんですよね、はい、ご存知ないでしょ。ねえ、ひばりさん大好きです。ねえ、ひばりさんがね、ちっちゃい頃にね、えひばりさんはもうね、うん、前もね、マリア・カラスかひばりかっていうね、そう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 、カラスかひばりかっていう、うん、ね、うん、カラスかマリア・カラスか美空ひばりかっていう、そうでしょうね、いきますか。3回やるのこれ。おそばおそばおそばだったかもしれないけど、え、2回じゃなかった。2回か、ね、2回ね、うん、そう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 、面白い歌でしょ。チャルメラそば屋っていう ね、 ね、これ美空ひばりさんの昔、これカナオさんのお友達からの情報で知ったんですよね、この歌ね。そうそう、僕のね、北九州の友達が美空ひばりさんの大ファンで、その昔のこととか美空ひばりさんのバンド、はいはい、バンドのコンサートとかも行ってたし、そのすごいよく知ってたのね。で、そ、彼から教えてもらったわけよ、はい、チャルメラそばやってありますか、一回。私は知らなかった私は知らなかった。でひばりさんについてずっとね、松下さんもそのデビュー前に全国回ってても、その当時は歌ってなかったんだね、きっと。小さい頃で歌ってたね、うん、ひばりさんがね。そうそうそう、あなたは知らないっていうのは珍しい。これは、うん、多分本番で歌ったことないと思いますよ、ね、ひばりさんがね、うん、ひばりさんのエピソード、またあれですけども、なんかひばりさんのエピソードありますか。ライブでしかお話ししないことしますまあそういう手もありますよね。いやライブ来たら、ね、電波は怖いですからね。電波はね、確かにね、変な風にこう取られちゃうと。いや、変なことでいいことだけ電波では言いましょうよ。いやいやいや、その電波では電波ではいや、結構言えないことがあるんで、ライブの時にね、僕はもうバーってちょっとやばい話をいろいろしますけどいやいやいや、いや、そんなやばい話はないですよね。そうですね、でもラジオはまたテレビと違ってギリギリのとこまでね、言えたり、ちょっとラフに感じて
言えますから、ね、まあ、ひばりさんに関してはやばい話なんか全然ありませんよ。素晴らしいエピソード ね、あの杖をついてきた おばあちゃんが帰りは杖を忘れて帰ったとか、元気になって、ね、その話は結構有名ですよね。そういうことも話がいっぱいありますね、うんうん、感動秘話。そうですよね、そうそう、素晴らしいです。もうその体の、ね、痛みとか苦しみを忘れるぐらい その歌の力っていうか ね、必ず言うの、あの私は年で、うん、メイドの土産に一度は見てみたかったとかね、 お客様が拝むように見て、拝むように、そう、本当お客様が ね、素晴らしいよね。だから好きとか嫌いとかじゃなくて、なんて言うんだろうね、うん、あのなんでしょうね、存在そのものがもうその、まあ、オーラというかね、先ほどの話じゃないですけども、うん、ね、そういうエネルギーが ね、うん、伝わってくるんだよね、うん、だから歌を歌うのはもうみんな上手い人たくさんいるけども、あの伝えるのはなかなか難しいことですよ ね、なんかやっぱりあの伝わるかどうかっていうのはね、うん、だから上手ければ伝わるっていう話でもないじゃん。そうですね、ピッチが良くて上手いんだけど、うん、あ上手みたいな感じになっちゃう、ね、うん、人が最近、まあ、カラオケとか特にね、今カラオケ中心で歌合戦みたいなやってんじゃん、あの採点やってんじゃん、ね、あれだって100点とかね、すごいよね、あれね、100点のコツがあるのかな、だからコツが、俺はもうだからあれは大反対だよあれ感動しないもんだって、うまいんだけど、あそうね、番組で、まあ、ゲームみたいな感じだよね、あれね、うん、だからなんか ね、確かに俺65点だったけどしかも自分の歌で65点だったから、もう頭いっちゃった。テレビでやってるやつでしょ、バトルで、うん、でも、ね、確かにうまい歌はね、いやいや、ピッチの正確さとかすごいもんね、うん、出てるちっちゃい子もね、出てる、そうだよね、すごいなって思うけど、じゃああの人たちがみんな歌手になるかっていうとね、うん、そうでもないんだよね、そういうわけでもない、ね、そう機械的なんですかね、うん、なんですか、俺なんかだからそういう時代じゃなかったから、うん、あの結構カラオケとかもなかった、だってマクドナルドがなかったんだもん、俺田舎に。いや、うちもなかったですよ、横浜だったけど、それは日本になかったんじゃないですか、日本になかったんですよ、それは、ま、そもそもね、子供の頃は、そうそうそう、戦後の話してんじゃないかいやいや戦後よ、いや戦後ですけど、だから戦後間もない話ない、 ないことが多くて、うん、あの 歌も習ったことは、お金持ちの、あの子供だったらなんか習ってたかもしれないけど、バイオリンとか、ね、でも習ったことないもん、ソロバンしか。あ、ソロバンは僕も習ってます。私も言った3日でやめたってね、あのだから今はだから音楽学校行けて、親もその推奨してっていう感じの、こう、うんうんうん、あれになってるじゃん。そうですよね。そうするとなんかね、うんうん、根性が入らないっていうか、あの、なんかやっぱりそれなんかこう甘えちゃうんじゃないかなって気もするんだよね。あの幸せだろうけど。だからそれがないからさ、絶対歌なんか歌うとか言ったら絶対反対されてたもん。昔はね。あ、それはみんなそうでしょ、ね、僕もなんか、うん、スタジオミュージシャンになるとか言ったら、親何考えてんだっていう感じだから。最初からスタジオミュージシャンだったか。スタジオミュージシャンとかそういうね、うん、やりたいっていう、将来何になるんだみたいな話したら、うん、いや、そんなことやりたいとか言ったら、うん、なんかそんなのできるわけないみたいな、鼻からもう ね、言われちゃって。そうだよね、うん。そういう時代だったけど、あの、結構それが逆にバネになって、うん、あの親ってみんな子供を心配する気持ちは同じで ね、やっぱり心配してんだけど、結局さ、形としてなんか親にだから CD と、うん、やとか LP か、 LP 版が出た時に9月21日に、あの能型でもね、うん、あの全国で売るわけじゃないですか、うん、で能型でもあの発売されるから、たまる電気っていうあのレコード屋さんがあったんだけどそこに買いに行ってって言って、初めてその親父が認めてくれたもん。あ、そのデビューして、ものを見てね、うん。それまではね、あの、やっぱ親ってなかなか心配で、ね、あの、信用しないよね。そうですよね。で、親父が亡くなった時に、うん、その親父の部屋を整理してたら、LP 版がさ、30枚ぐらい出てきたのよ。しかも、2枚ずつぐらい、1枚か2枚ずつぐらい別のとこで買ってんだよね。あ、 であんなに反対してたのに、それ見た時ちょっとグーッときたね。いや、それは来るね、うん、ね、それで、あのちょっとだから そういうもんだよね、親ってね、うん、今こう恵まれすぎちゃってて、うん、子供もなんか途中で諦めたりとかするじゃん。そうですよね。そういう子たちだけじゃない。あ、そうそう、みんながみんなそうじゃないんだけどね。わ、はい、かりました。あの否定的なわけじゃないですけど、今幸せだなとか思いますけどもですね。
ということでなんかリクエスト ミキさんなんか何曲か来てましたね。カナオさん、そうそう、あのそれを桜田くんとちょっとまだやってないかも。やってない、うん、あのちょっと待っとって、4月に行く県じゃない、4月も行く県ね、博多にね、あの長崎にもね行きますけど、あのまたちょっと具体的に あれですけども、まあ、4月の半ばぐらいにねちょっと九州何か所か、やらせていただこうと思いますけどもですね、あのまた再会できるのを楽しみにしてます。みくんなんか急に運動始めたみたいね。ねえ、なんか体絞ってましたね。そうそう、ちょっと太っともね、太っともね背も高くてね、本当に大きい山のような男だからさ、まだねお会いしたことがないんで、あ、そっかそっか、写真で顔はね、拝見してますけど、見るとね本当になんかもう、最初プロレスラーかと思った。そう、私もそう、でもやっぱこう運動するっていうのはいいかもね。ね、いいこと。僕もねちょっとね、喉の調子があんまり良くなくて、それ長引いたから薬飲んだりしてたんだけども、ちょっとあんまりそれよりも、なんていうかな、もっと、ちょっと運動したりとか、そういうふうな体をこう動かしていったりとかね、そういうふうなことをまたこう始めてね、なんかあんまり気にせずにね、やろうかなと思って、全く声が出なくなった時あったからね、2ステージ目から。あれね、ものすごく恐怖よ。まるっきりあったね。ありました、ありました。赤坂で。どうしたの？司君とかもいたよ、その時。みんなびっくりしちゃったよ。最初だよ、一部が出なくて二部から出始めたんじゃなかった。いや、一部のもう後半に、後半の曲、最後の曲かなんかに全く出なくなっちゃったね。かすれた感じ。じゃなくてね、もうほとんどだから、あ、やばいと思ってちょっと休憩取って、で、はいはい、休憩取ってる10分ぐらいの間にちょっと回復した。そういうちょっと温めたりして、で二部はまあやりましたけど、そうそう、恐ろしい、やっぱり歌歌ってるって ね、 ね、そういう恐怖あるよね。これ、うん、でいうことでですね、ライブの紹介しましょうかね。これは2月9日赤坂フラットンカンティーナ、その前にね、横須賀でやりますね、1月の27日、はい、明日明後日になりますね、日曜日ですね、日曜日、横浜のね楽屋っていう横浜中央駅の、横浜じゃない、横須賀中央、横須賀、ごめんなさい、横須賀中央駅でね、はい、駅のすぐ近くです、楽屋というところ。それはですね、渡辺武史、ウォッカの渡辺武史、松下利美、金井翔ということね、はい、オープニングアクトの方もねいらっしゃいますしね、内田翔也さんね、内田君とかね、はい、いらっしゃいます。楽しめると思います。これはね、そうですね、これというか、2月9日、これラジオでこれっつってもわからないですね。赤坂フラットンカンティーナ。これは2月9日ですね。これはね、僕家の渡辺拓司ギターの、先日ね、お見えになりました、不死身の男、ごぼう鈴木さん、ドラムですね。はいはいはい、それで、ベースが、赤井浩二郎君、はい、で松下利美ということで、はい、でこれね、オープニングアクト、これはね、僕昔から知ってるね、カズちゃんっているんですけどもね、ボーカルの女性と、はい、これミツ、さん、の2人のデュオということでね、鳴らすものっていう、鳴らずもの、鳴らずものじゃなくて鳴らす音を鳴らすもの、あ、この2人がね、出ますのでね、よろしくお願いいたします。2月9日赤坂フラットンカンティーナ、はい、です。一応ね、19時スタートということになっておりますけどもね、よろしくお願いいたします、はい、ということでした。はい、ということでね、なんか歌いますか。あ、たまにはさ、松下君、リバーサイドマイホームタウンで僕の歌あるじゃん。あ、今、うん、あれさ、ちょっと松下バージョンで、松下バージョン、ね、僕はいつもリバーサイド歌ってるから、やってみる、やってみますかね。優しい
ということで松下達夫が歌いましたリバーサイドマイホームタウン、よろしい、ありがとうございます。お外のお方もお外お外聞いていただいてる方も拍手が来ましたよ、はい、いい歌ですから ねこのリバーサイドマイホームタウン、いい曲じゃないですか。いいです、誰の曲ですか。これ金尾芳乃さんという方の金尾さんの曲です。金尾芳乃さん作詞作曲の、これでも死の歌ってわかりますよね。あの死の歌能形市っていうところで生まれて、あの、ね、宿坊のね、あのそれでね、あの僕の同級生が実はね、その市役所にその時勤めてて、うん、あ今もそうですけども、その時に依頼があったんですよね、市の歌を作ってくれて、その時に作った歌です ね、あのでね、これ感動したのは、あの結局レコードあの会社に入って、そのなかなかスムーズにいかなかった頃で、それでそのレコードが売れるっていうことじゃなくて、これは録音してなかったんですよね。で死のために僕が作った歌なんですけども、うん、ね子供たちがね、確か100人ぐらいの子供たちがこの歌を歌ったビデオテープが送ってきたのよ。その博覧会みたいな会場で、うん、ね、なんかそれ聞いて見た時にね、なんかレコードっていうか歌っていうのは、その要するにセールス的に売れるだけじゃなくて、うん、その
戻ってきた時に感動を呼ぶのはね、そういうことだったんだよね。まあもちろんそのレコードが売れたりとか、あのミリオンヒットしたりすることは大事だけども、その子供たちが自分の歌を歌ってくれてる可愛い声でリバーサイドマイホームだって歌ってるわけ。それはねちょっと感動したね。それはすごいですよね。すごいですね。なんかね、ほら僕はふるさとずっと離れてしばらくその不義理をしてたんで、ふるさと福岡からふるさとまでバスで行ってたのね。でバス、まあ、電車もあるんですけど、バスでずっと峠を登って下ったりしていかなきゃいけないとこで、でバスの中でずっとカセットテープ聞きながら、まだカセットテープの頃だったからね。それで、ああそのひょっとしたらね、俺こういう歌って間違ってるんじゃないかなと思いつつ、それを届けたことがあったのよ。こういうのができましたって言ってね、渡した時にすごい不安もあったんだけど、そのビデオテープを見た時にね、子供たちが歌ってるビデオテープを見た時に、やっぱもう、あこれでよかったなとか思って、でしばらくその歌は歌わなかった時期があって、で今回のアルバムの中にね、エンジニアの、まあ、僕の友達なんだけども、やっぱ福岡出身の友達がいて、加納さん絶対この歌は入れましょうよっていうことでね、今回もう何十年ぶりかに出したんですね。ということでね、リバーサイド前ホームタウンでしたけどね、まあ、いろんな思い出がね、歌の中にはそれぞれあるものですけどもですね、今日なんかお客様リクエストありますか？急に言われてもあれね。もしね、ありましたら歌いますけどもですね。俺歌おうかなんか。ね。インスピレーションいきましょうか。はい。インスピレーション感じ分かりますよね。抹茶も分かります。声出していきましょうか。インスピレーション、レーション、そう、2回です。いいですか？素晴らしい。インスピレーション、レーション、レーション、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、すべての夢をお前に託しての。Knock on your door. Oh, one, two, three, four. Inspiration, inspiration, inspiration. So special night, oh.
鎖につながれ夜をさまよう野良犬 Walk in the street わずかばかりの金に体を削ってる青色に俺にはどうでもいいことさ Walk in the street 憧れはいつも夢見る TV ショー君の笑顔は悲しすぎるぜ後ろでした。どうも。いやあのね、このライブ感覚いい、ね、よろしいございましょうか。ね、ねあの一声入りましたけどね。金後ろインスピレーションでしたけどもですね、いかがでしたでしょうか。もうあっという間のね、あのあれで、まあ時間ある。まだありますよね。あ、ちょっと告知を。告知しましょうよ。させてください。あ、うん、あなたのね、はい、桜田武史君の告知ですね。はい、今日は、大桟橋ホールでですね、うん、ジャパンブリュワーズカップ2019っていうのがありまして。それ何？クラフトビールのね、イベントなんですね。大桟橋ホールにクラフトビールの店が日本全国から集まって、ほうほうほう。で、そこで、うん、まあ、なんていうんですかね、うん、一応ライブがもう催し物というかイベントであって、ね、そこに出演するんですけど、コウタロウってローラーコースターのハーモニカ吹いてる、まあ、司さんの弟子なんですけど、コウタロウ&桜田武史で今日 5時半から1回目ステージと、あ、本当、夜の7時45分から2回目やりますので2回ステージ、ぜひいらしてください。ビールいっぱいある。ビールがねすごい数ありますね。何百種類、うん、何十種類か何百種類があって、あで今日と明日と明後日、うん、3日間なんです、うんうん、それで今日は4時から夕方4時16時から22時、うん、で明日26日土曜日は11時から21時、うん、それから27日日曜日が11時から19時、はい、入場料500円で、ビール代は別です。あ、飲み放題だったら大変。飲み放題ではありません。歩きながらそうで一応今日はコタランド桜田出ますけど、毎日違うアーティストが出て、音を聞きながらビールを飲む楽しみ、ね、大桟橋ってどこですか。大桟橋ホールってホールの中、大桟橋の外じゃないよね。中にはホールがあるんだよ。そうそうそう、すごい広い会場で、窓の向こう側も海っていうか、いいですね、すごいいいとこです、うん、ロケーションがいいよね。行ってみたい。あと他に、ハーモニカクリームズ、うん、フラワーマンバンド、コテツ&江口、コテツちゃん、この3日間でいろんな人たちが演奏、演奏して、演奏だったり、ダンスみたいのもあるし、で桜田さんは私は今日、あなたダンス、ダンスはやります。今日はダンス、残念ながらダンスはできるみたいな。あ、でも楽しいイベントですね。そうです。毎年やって、今年で6回目かな、あ、そんなにやってんの。毎年だいたいいつも呼んでもらってるんですけど、あ、そうなんだ、呼んでほしいね。そうそう、でもね、呼んでほしいね。ハーモニカが好きな人なんで。ああ、そうなんだ。ハーモニカが入ってないとダメなの。そうなんです。そうかそうか。じゃあ私ハーモニカ吹く。転校しますか。吹けるよ。いきなりだって吹くって言ったって ね、なかなかできるもんじゃないですけども、それ楽しそうですよね。楽しそう、イベント、そういうの多いね、横浜はね。音楽、いろんな形の音楽の方も
出られるんですか、まあ、音楽だけじゃなくて、うん、音楽だけじゃなくてね、今年はちょっと何があるのかな、ポールダンスとかね、あ、ポールダンスすごい、はい、いろんなゲストの方もいらっしゃるんで、あ、それ楽しそうですね、うん、頑張っていただきたいと思います、はい、今日ですね、今日です、ね、今日5時半から、ね、5時半から大桟橋ホール、はい、はい、コウタロウ&桜田ですね、はい、はい、ということでね、あ、僕今ね聞きながら思い出した、もう一箇所僕横浜でライブやるの、投げ銭ライブ、あ、そうです、そうです、忘れてた、あのたけしと二人で、はい、忘れちゃった、ね、ジョンジョン、あ、忘れちゃった、忘れてた、それ2月3日だ、3日、もうすぐですよ、もうすぐだね、この前じゃない、そうそう、だからフラットンカンディの前で横浜で、それもやりますね、あの2月3日豆まき、2月3日、そうそう、あのたけしと吉郎っていうね、たけしと吉郎、演歌のね感じがしますけども、そこはねもうマイク使わない、あの毎回マイク使わなくて生声ですね、今日みたいな感じですよね、生声も割といいでしょ、どうです、 OK OK ですか、グー、あ、声声出してくださいよ、言う、ということでね、やります、それ忘れてました、2月3日ジョンジョンですね、ということでね、はい、頑張っていきたいと思います、ライブもねちょっと本数増やします、喉の調子が悪いんで、はい、ちょっと自分に気合い入れるためにね、ガンガンやっていきます、よろしくお願いいたします、なんかリクエストございましょうか、あ、思いつかない、なんかじゃあ最後楽しくいきましょうか、最後楽しくというとあれですか、あ、フリオチューナーいきますか、はい、ね、77温度、うん、いきましょうか、エンディングのね、よろしくございましょうか、いきますよ、 OK 77 OK 1,2,3,4
ということでね、きっちり終わりました。今日もありがとうございました。今日のお相手は松下としみ、はい、ありがとうございました。桜田武史、はい、ありがとうございました。お相手は金上志郎でした。本当に今日はどうもお客様ありがとうございました。また来週お楽しみいただきます。来週は、太田次郎さんですゲスト、はい、よろしくお願いいたします。 See you next time。 お疲れ様でした。羽織は菜の花が辺りを埋め尽くす、あの人は今はない。